松平郷園地にある松平親氏銅像11月、松平郷は三河国の戦国大名から江戸幕府の将軍家へと発展する松平氏、徳川氏の発祥地の里である。巴川東岸の山地の中の小集落で、三河国鴨郡に属し、現在の愛知県豊田市松平町にあたる。一帯に残る館跡、城跡等は松平史跡として国の史跡に指定されている。徳川の家譜などでは、松平親氏が松平郷に到来したとなっているが、松平の村落名の所見は、天文元年8月29日の足助町四津松の十明神社から別名の三州松平に住む前、出雲守三味道越が奉納したとするものである。それに対して、松平氏の姓名の方は、親元日記に、寛正6年5月26日、松平泉入道とあるのが所見。また、寛正年間に、菅浦文書から、松平益親という人物がいたこともわかっている。松平氏の名前の方が、資料上所見であり、親元日記には、松平郷という村落名は見えず、松平郷の所見が天文時代であることから、松平郷から松平氏が発祥したとする流れは疑問がある。15世紀以前の松平郷についての詳細は明らかではない。後世まとめられた松平氏の系譜によると、鴨神社系の鴨氏の末裔にあたる松平信盛が松平郷を開拓しその領主となり、松平太郎左衛門少尉を通称とした。つまり、松平郷領主の松平氏である。14世紀の末に、南北朝時代の騒乱で没落した、世羅伝子の出身と称する自習の放浪僧の徳阿弥が、父の長阿弥と共に現地に流れ着き、当時の松平郷領主である松平信繁は、徳阿弥の和歌に通じた教養と武勇を買う。徳阿弥は還俗し、その娘婿となり松平太郎左衛門親氏と名乗り、松平郷領主の松平氏の名跡を相続したという。以上、徳川氏が三河守任官のため作成した系図によるが、近年の研究により否定されている。親氏は松平郷の一角に松平城を築き、その嫡子とする安親と共に近隣十数か村を切り従えたと伝えられるが、親氏は実在したかどうか疑問を持たれている。安親を継いだ信仰は、額田郡に進出し、岩津城に本拠地を移した。この時の松平郷は、安親の子で、信仰の叔父の松平信弘に譲られた。信弘の子孫は、松平郷を世襲し、代々、松平太郎左衛門を通称として、松平卿松平家となった。松平郷の地は、江戸幕府により、皇太寄合に列せられた松平卿松平氏に改めて授けられ、江戸時代を通じてその所領であった。明治維新後、周辺の村々と合わせて西鴨郡、松平村次いで松平町となり、1970年に豊田市に編入される。現在の松平の地は日本有数の工業都市豊田市にありながら、静かな趣のある山あいの集落である。豊田市は、松平親氏の没年を1393年とする説から1993年に親氏公600年祭を行い、松平信盛から松平卿松平氏に至る館であった松平館近辺を松平郷園地として公園整備を行った。松平東照宮、松平城址や親氏の回帰した松平や菩提寺高槻院も残っており、これらは初期松平氏の状況をよく残しているため、松平氏遺跡として2000年に国の史跡に指定された。松平東照宮は愛知県豊田市松平町赤原13にある東照宮。文化財としては松平氏遺跡のうち松平氏館跡として国の史跡に指定されている。松平親氏を祀り、さらに松平卿松平家が大正時代まで在住した。境内には、徳川家康産湯の井戸跡や松平家の屋敷跡などの史跡がある。近隣には、松平家の菩提寺である高槻院や松平城址などの史跡が散在する。元和5年、9代、松平直家が八幡宮に東照大権現を勘定した。なお、この神社の敷地自体が松平家の屋敷、松平士官の跡で、現在でも石垣や堀などが残されている。高月院は愛知県豊田市松平町関街路44にある寺。1367年に足助重政が建立したと伝えられる。建立当時は寂静寺と呼ばれていたが1377年に松平親氏が道東を寄進してから高月院となり、以後松平氏の菩提寺となる。1602年には徳川家康より百石下賜されるなど、江戸幕府の保護を受ける。山門と本堂は、徳川家光の命により1641年に建てられたものとされる。境内には、初代松平親氏及び、第2代松平安親の墓もあるほか、第7代住職孫牛が、松平親忠の子であった関係で、親忠夫人の墓も並んで配されている。作家の司馬太郎が生前、NHK のテレビ番組の取材でこの地を訪れたが、前日の公園整備の結果、昔の面影がほとんどなくなってしまったと感じたらしく、大いに失望したと嘆いていた。松平郷内の休憩所、天下茶屋向かいには、幻想画家、ヘビオスのアトリエ兼ギャラリーがある。ありがとうございます。